どうも、モコウと申します。最近唇のね、腫れが、口内炎が治ってきて、ようやくこうやってね、顔出しのね、動画が撮れるんですけれども、まぁちょっと、まぁ多分もう気づいてる方がいらっしゃると思うんですけど、僕、髭伸ばしてます、今。はい。これ。もう言うて1週間以上ずっと放置しっぱなしで、髭伸ばしてるんですよ。これね、なんでかって言ったら、俺はまあグラサンかけてるとこのなんかうさんくさい感じ見えるじゃないですか。割と、表だと結構若く見られることがあるんですよね。まあそれ自体は別に僕、まあむしろ老けて見られるよりかいいのかなって、まあ嬉しいなっていうのは褒め言葉として受け取ってんねんけど、なんか自分のキャラクターとしてちょっと威厳が足りないんじゃないかと。なんかモコウさん意外と優しいみたいな。まあもちろんそういうふうに言われるのは嬉しいですよ。嬉しいけど、やっぱり、ね、世の中ビジネス。自分っていう人間はもう常にね、戦場で戦ってると。やっぱ威圧感。ビジネス上で、ビジネスの場で、威圧感、尊厳というか、そのオーラというか、そういうのを出していく上で、結局もう顔って変えられないから、もうその、何かでカバーするしかないと思って。そう。だから、ちょっとその、いかつい感じの雰囲気出すために、髭をね、伸ばそうとしてるんですよ。だから今伸ばしてんだけど。これが意外と不評なんですよ。結構コメントとか、あとインスタグラムにヒゲつってヒゲ生え散らかってる画像アップしたらもうめちゃめちゃ叩かれまして、結構ショックだったんですよね。で、ちょっとここで聞きたいのは、もう純粋に僕ヒゲがあった方がいいかない方がええかっていうのをちょっと視聴者さんに教えていただきたい。はい。まあ、自分では結構似合ってるっていうかまあ、いけてるっていうのかな。もういけてるつもりなんですよね。でもそうじゃないんだとしたら、それ相当痛いことなんで、ちょっと今一応僕の目を覚まさせてほしいんですよね。なので、ぜひちょっとコメント欄で、僕ヒゲあった方がいいのかないの方がいいのかっていうのをちょっと教えていきたい。で、ね、もうなんかもう、ない方がいいって言うんだったら、バッサリ剃ります。はい。もうそこはもう覚悟決めて。バッサリ今のヒゲ剃るし、今後もヒゲが伸びるたびに剃っていこうと思ってます。はい。以上。モコからのお願いでした。ご視聴ありがとうございました。